こんにちは。こんにちは。暑いですね。暑いですね。殺意的な暑さですね、はい。雨が降らないですね。はい、今日工場ですね、はい、温度計があるんですけど、温度を見るとですね、はい、43度でした。3度ですか。はい。新記録です。ですね。はい、42までは見たことない。42はおととしぐらい見ました、ね。見たことある。43ですよ。頬の方がですね、はい、ヒリヒリするんですよ。ヒリヒリするんですね。ね、何をしてんだろうっていう感じです。すごい。はい。まあまあそんな中ですね。はい。今日は快適なお車をご紹介しようかなと。今日ご紹介するお車は日産セレナ、はい、グレードがハイウェイスター V セレクション、年式が平成22年、はい、走行距離は7万1000キロ、はい、色がパールホワイト、車検が平成29年3月まで、駆動が FF、はい、ミッションは、CVT となっております、はい、主な装備はですね、エアコン、パースでパワーウィンドウ、ダブルエアバッグ、ABS、それからスマートキー、はい、フルセグ対応型 HDD ナビですかね。そうですね。はい、それから、外装でいうとフルエアロに純正アルミホイール、ホグライトなどなど、あとエアコン関係でいうとですね、はい、プラズマクラスターがついてたりですね、はい、ナビでいうと、後部座席に、はい、頭上にですね、フィリップダウン型アルパインの、はい、大型モニターがついております。まあ装備としてはかなり充実、はい、そうですね、はい、至れり尽くせり、はい。まあ、その他ですね、運転席、助手席、座面後ろにはですね、はい、セカンドシートの人がね使えるような、簡単なカップホルダーとかテーブルになるようなのがあったりとかですね、はい、あとセレナ特徴はですね、セカンドシートが、はい、前後スライドと、あと左右スライド、左右運転席側、助手席側独立で左右にスライドするんで、ベンチシートにもなって、キャプテンシートにもなるという。さらにキャプテンシートのようにして、真ん中のセンターコンソールが運転席の方からセカンドシートまで下がったりするんで、まあいろいろアレンジがあるということで、はい、使い勝手がいいといいですね、はい。まあ、その辺も、まあ、格好もいいですけど、 そうですね、そういう装備も快適性もいいんで、セレナ人気じゃないかなと思います、はい、どうですか走りは。スムーズですね、はい、そんなに重くは感じないですね。そうですね。セレナ、まあ、ちょいちょい仕入れてこうやってご紹介してるんですけど、わりかし快適ですよね。そうですね。なんか走りがスムーズというか、はい、CVT のマッチングもいいんだと思うんですけど、セカンドシート、サードシートにはエアコンもありますし、はい、エアコンもバッチリ効いてますもん。はい、よく冷えます。それはね、灼熱の中ねエアコンが効いてくれないと、はい、本当ですね、はい、いけないんじゃないかなと。まあ世の中はですね、はい、お盆休みということで、あ、そうですね、はい、山の日なんなんのこっちゃって本当ですね。ということで、まあそういう長期連休とかにですね、はい、まあお子さんを連れてどこか行くとか、はい、おじいちゃんおばあちゃんもその時は一緒に行くよとかいう時に、まあこのセレナなんかいいんじゃないかなと思います。ですね。はい。快適ですね。快適ですね。すごい静かですね。足回りもしっかりしてますし。まあまあそういうセレナ、はい、車検もあり、試乗もできます、はい。ぜひご家族で来ていただいて、乗ってみていただいてですね。はい、
ぜひご検討いただければと思います。はい、じゃあいいですか、はい、ありがとうございます。